な。はい、みなさんこんにちは。ゆうカフェのゆかと、じゃーん、ここに青山のハンナです。ハンナさんです。ハンナさんが、ハンナさんだって、ハンナがあのチェジュに遊びに来てくれたんだけど、今日の髪型のスタイリングをハンナにお願いしようと思います。しかもハンナすごいの持ってきてくれたの。じゃーん、ここに青山の、これなんて言うんだっけ、クロスクロスです。すごい、バックホームイン、ゴニアオヤマ、ゴニアオヤマ、あ、ちゃちゃ、ゴニアオヤマインバックホーム。あの、今日のタイミングのテーマは何ですか。バコガール。チェジュガールにしよう。チェジュガール、チェジュ風に。そう、シンプルのチェジュ風。楽しみ、ドキドキ。このアイロンは自分の？自分のサロン、いえ、サロン、あ、いえ、サロニア、サロニア、こだわる、サロニアしてますね。おー、 OK、 すごい。サロニア、大体3000円ぐらい。だからコテ買ったことない人とかでも結構挑戦できるぐらい値段かもしれない。そうだね。しかも温度も230度まで上がるから結構いい。すぐ熱くなっちゃうでしょ。なるほど。サロンで使ってるのはなんかすごいさ、すぐピヤンってなるじゃん。なんかチピーンって。そう、それは温度が高いからなの。温度高いし、ヘアビューロンっていうすごいいいやつ使ってるから余計。やっぱ高いものはいい。そう、いいもの、いいものなんだ。だいたい4万ぐらいかな。そうだよね。そうだよね。一般人は手出しにくいよね。そう、うん、でも全然痛まないの。あ、そうなんだ。サイロンして全く。サロンで使ってるアイロンはヘアビューロンが多いんだ。そう、あのドライヤーとかも全部ヘアビューロン。しかもゴニア青山でも。そうなの。そう、最近 4D ってやつが出て、それも売ってる。気になる方はぜひ、ここに青山へ。ちょいちょい出る。あ、すごい自然なチェジュヘア、ドキドキ。だいたいアイロンするときは140ぐらいが一番いい。いい。へえ。痛みにくいし、ちゃんとしっかりつくの。これはこうストレートして、こういうふうに軽い入れれば、ストレートしてでちょっとこうクッと、あ、ここはこの緩和割り、そう、あ、はい、手でこうキュッてやればいい。そう、手でやる。あったかいうちに。方向は普通にここも。まっすぐピョンって、前にこういう感じ。前に。あとは自分でやるときは、自分でやるときはこう、こう。あ、そう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 。ハンナは次どういう髪型にしたいとかある？ああ、どうだろう。でもずっとロングがいいけど、もし、一回ショートしてみたいかも。逆に小樹にショートヘア。小樹、小樹、やば。やってみてほしい。すごい。そうなんだよ。でもハンナは顔ちっちゃいから絶対似合う。いや、頭形ね、頭形やばい。頭形やばいから。でも頭の形って私もすごいハート、ハートみたいって。いいよ。よくないよ。なんかここが出てる、ここが。出てないよ。すんちゃんにすごいいつも絵描かれるんだけど。ゆかが似合う髪型かも、これはもう。これもかっこいいもん。これ、このセット、そう、憧れるセット。これね、
たまにいるよね、でもこういうの、あの美容師さんなくてこういうのカバーにしてる人。最近ちょっと早い、まあ、なんていうかちっちゃめのね、あの、うん、いるよね、いるいるいる、いつも思っちゃう、こういう人。ウケる。そう、画期的アイテムだよね、美容師にしたら。これはこれなかったらなんかできないもんね。うん、そうか、一回そう、そう、この顔前がねすごい重要なんだけど、ここを、ま、内巻き自分でこうやってやったら指でちょっとこうクッと、ちょっとこうこっち側にやるんだね。そう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 、でこうなるんだ。そう、あ、 S 字の C カールなんかちょっと普通の C カールじゃない感じ。へえ、なるほどなるほど。くるってさ、そう、ここがね、そう、あるかあるないかで全然違うの、全然違うの、全然違うの。確かに。へえ、やってみよう。そう、最後に少しオイルつけて。しっかりツヤを出してあげますね。うん、すごい。なんかハンナがやるといとも簡単にやったようにさ見えるから。さすが。そう、さすが美容師。だって私やったらってなるもん、いつも。内巻きにしても外張りにもすることができるから。本当だ。そう。くるっと。見える見える。なんかテレパシーみたいな。最後にね、これね。じゃん。ボディブラシ。ボディブラシ使います。これ最後にね、綺麗に溶かしますこれで。ね、イノシシの毛を使ってて、だいたいこういうクッションブラシ安いのだと全部。豚の毛を使ってるんだけど、この GH だとイノシシの毛を毛でやっぱすごく綺麗にまとまる。し、地肌までつくからマッサージにもなる。しかもこう形がちょっとこう頭の形に沿ってるから、誰がこうなってる、そう、誰が同じようにこう誰がやっても同じように綺麗に馴染むみたいな。そう。でここの裏側にもこう空洞があって、うん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 、ここに風を当てて、まあ、胸も立ち上げたりとか。均等に立ち上がる、こういう風に全部だから、なるほどね。そっかそっか、なんでこれだけで、ね、立ち上がるんだろうって思ってたけど、そういう原理だったもんね。これ5に青山に行ってます。頭いい、すごい。ぜひ5にオーナーのね。そう、でもすごい大人気だからすぐなくなるでしょ。すぐなくなるから早めにね。え、気持ちいい。しかもすごい、めちゃめちゃ気持ちいい。クニさんが考え出したアイテムだもん。そう、カモンサスラです。カモンサスラです。あ、いい感じ、いい感じ。簡単2分アレンジ、2分ヘアアレンジ、自宅でもできますね。待ってんの、これ韓国で今すごい流行ってる。見えるかな。いやー、これはあの気分がアップする、アップする、うん、これだけでやっぱ女の子ってすごいね。ね、ありがとうございました。サンサンミダン、今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。次の動画で会いましょう。バイバーイ。こんにゃ青山はハンナ指名で、イエーイ、バイバイ。